主演映画が公開予定、音楽劇が大ヒットのミセスの王様。さらなる進化で挑む役者計画。人気バンドミセス、グリーンアップル以下、ミセスの音楽劇の映画が、興行収入10億円を突破した。写真、大胆イメチェンを披露したミセス。グリーンアップルメンバー。 一重引用二23年12月から一重引用二24年3月にかけて行われた音楽劇のライブを映画化したものです。ミセスの人気楽曲を普段のバンドセットではなく還元楽をメインとした演奏にアレンジして芝居やダンスを交えて表現するという新たな試みでした。音楽ライター、イカド再始動でフェーズ2に。ダンスホール。 ケセラセラなどのヒット曲で知られるミセスがメジャーデビューを果たしたのは、一重引用譜15年のこと。瞬く間に人気バンドの仲間入りを果たし、若者を中心に絶大な支持を集めました。しかし、一重引用譜20年7月に活動を一時休止、一重引用譜21年12月には、二人のメンバーが脱退しました。それ以降、現在の三人体制となり、 一重引用二22年3月に活動を再開すると、一重引用二23年にケセラセランで日本レコード大賞を受賞。紅白歌合戦にも初出場を果たし、名実ともに国民的人気バンドとなりました。再始動後をフェーズ2と名打ったミセスは活動の幅をさらに拡大していった。 メイクをしたり派手なヘアカラーや中性的なファッションを強調するのど個性的なビジュアルになったのもこの時期からです。役者業にも挑戦。この変化はボーカル、大森元木の意向が大きく影響しており、楽曲の世界観に合う衣装やヘアメイクを大森さんが考えてプロデュースしていることが多いと言います。音楽関係者、イカドそれに加えて、 ライブの演出はもちろん、音楽劇の発案も大森さん。芝居をしながら演奏して、楽曲を表現するライブがしたいと、二人のメンバーに持ちかけたそうです。もはや、その活動のほぼ全てを司っており、まさしく、ミセスの王様と言えるでしょう。だからといって、裸の王様ではなさそうだ。活動休止中にメンバーそれぞれが考える時間を持ったことで、 信頼し合える関係を築けたそうです。それに、大森さんは類いまれな歌唱力もさることながら、ダンスや演技でもその才能を遺憾なく発揮しており、カリスマ性を感じます。これだけの実力がありますから、周囲も納得の上でついてきているのではないでしょうか。そんな大森が、さらなる進化を遂げようとしている。一重引用二25年に、 大森さんが主演を務める映画の公開が予定されているそうです。公開中の音楽劇のように、アーティストとしての表現ではなく、一人の役者として物語を演じると言います。音楽劇のヒットで手応えを感じて、今は役者業に気持ちが向いているのかもしれませんね。芸能プロ関係者。これについて、所属レーベルに問い合わせたが、期日までに回答はなかった。 大森がいればどこだってダンスホール。